おもちゃ。うわっ、俺は、うん、こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目ホカゲ。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前。どうして？だってお前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ俺ってば。ああ、俺はお前の父ちゃん。父ちゃん、俺の出たよ！ナルト！なんで、なんで、なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだよ！おかげで俺ってばすげえ大変で、赤月から狙われて、そいつらと戦って、それで、それですげえ寂しくて、かまずてすまなかった。ずっと一人にして大変だったよな。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。父ちゃん。でも安心したよ。安心したって？お前がみんなの意志を背負って、俺が期待していたようにまっすぐに育ってくれて。みんなの意志？ああ、こうして見ているだけでわかる。お前の中にはジライア先生やカカシ、三代目様、それに里の人たちの意志が見える。そしてそれをお前はしっかり受け取って進んでるってね。そうかな。昔の俺と同じだよ。父ちゃんと？ああ。俺もいろんな人の意志を、思いを背負っていた。そして、大切なものを背負っていた。ナルト、今のお前と同じようにね。面の男？そいつが、父ちゃんを。後悔はない、と言えば嘘になる。仮面の男によって里は破壊され、そして結果としてお前を一人きりにしてしまったんだからね。でもね、あの時の俺は少なからず満足感があったのは事実だよ。なんで？最も大切なものを守ることができたからね。大切なもの？それって？もちろん、ナルト、お前のことだよ。お前は俺の子供だ。俺と母さんにとって一番大切な、大切な息子だ。お前が元気に生きてくれている、それだけで俺も母さんもすごく嬉しいんだ。それに様々な人たちの期待を背負って、意志を抱いて前に進んでいる。俺はそんなお前を誇りに思う。お前の戦いはまだ終わらないだろう。これから先も苦しいことや辛いことがたくさんある。父としてお前と共に生き、お前と共に進むことができないのは残念だ。だけどナルト、俺はお前を信じてる。もう俺は負けねえ。これからもずっとずっと前に進んでみせる。絶対に諦めねえ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。
それが俺の人道だ。それに俺っては父ちゃんの息子なんだし。あとのことは頼んだよ。父ちゃん。さて、そろそろ時間だな。俺のチャクラに突きかけて。そんな顔するな。俺はいつもお前と共にある。言ったろ、いろんな意志がお前の中にあるって。うん。いつでもお前のそばに、いつでも俺はお前を応援している。いつでも一緒だ。ナルト、俺の息子に生まれてきてくれてありがとう。